皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？本日ご紹介するのはこちら、ドッスン。ということで本日ご紹介するのはビッグビッグウォンゲイルホールになります。こちらビッグビッグウォンゲイルホールは、こちらの商品を製造販売していますビッグビッグウォンさんの提供でお送りいたします。いつも本当にありがとうございます。ということで、ちょっとね、見たことあるし聞いたことありますよね。その通りです。少し前にご紹介したビッグビッグウォンゲイルのホール、つまりホールエフェクトになったよっていう商品になってます。もう最近結構ね、中華コントローラーの大手は全てホールトリガー、ホールスティックになってきてますので、そこに標準を合わせたという感じですね。それではね、多分ね、前回と基本同じだと思うんだけれども、中身開けて一緒に商品見ていきましょう。外観はすごくね、かっこいいね。僕この黒にオレンジとか黒に黄緑色って好きなんですよね。あ、今回もドッグありのやつを送っていただいたようですね。このシリーズは2種類あって、ドッグ付きとコントローラーだけのものがあるんですよね。ただしね、このホールは多分ドッグ付きしか売ってなかったんじゃないのかな。軽くだけ日本のアマゾン見たんだけど。それでは開封します。ドン。わーすごい、やっぱり今回見つけてくれてる。これがね、めちゃかっこええねん。これ充電台っていうんかな。これが、見てこの流線器。ほんまに、スポー入るからね。驚くほど。これがセンスエンダーは、こちらの、まあ、付属品ですね。充電ドックというのかな、ドック。そしてこれ前回もつけてくれてたよね。よいしょ。2.4Hz のドングルですね。レシーバーになります。これ高いよ、これだけ買ってもね。で、これはなんとね、ここに装着できる。こんな感じで、かっこいい。このマークかっこいいよね。なんかトランスフォーマーみたいなね、感じの。で、これが本体ですが、多分下にマニュアリティがあるのかな？そうですね、下にまだありますね。本体底蓋に充電用の USB-A to C ですね。で、充電ドックが C なので、A をアダプター等につけて充電してコンセントにつけて、こっちを C につなぐと、このドックを使ってコントローラーが充電できますよということですね。で、これが交換用のアナログスティック4個入ってます。確か右と左で1セットで2種類だったはず。今回も多分そうだと思います。そしてこれが合格証ですね。で、こちらの方がちょっと裏面見せれないんですが、モザイク入ってますが、LINE 限定クーポン、ビッグビッグオンライン友達登録キャンペーンということで、多分登録するとちょっと割引してもらえるのかな。そしてこれがマニュアルですね。ページの見開きのやつになってますね。こう、ビラビラビラっと全部のやつが最近主流なんだけど、ちょっとお金のかかってる、ちゃんとこう、閉じてあるやつですね。絶対的にこっちの方が製本代が高いと思うので、この辺は力入ってるね。日本語はあるのかな？日本語ありました。ジャペンということで、ちゃんと日本語のマニュアルもあるので、この辺は安心だよね。これ、使い方等は軽く僕読んで、今日お伝えできる部分はお伝えしようと思いますので、ご安心ください。それでは、ビッグビッグウォンゲイルホールのパーツを一個一個見ていきましょうか。まず、やっぱりグリップ感ちょうどいいよね。ちょうどいい感じ。俗に言うなんか大きいコントローラー、こういう形のね、Xbox がやり始めた、この形よりもほんのちょっとだけ小ぶりかなっていう感じはしますね。もうちょっとこうごっついやつが多い中、結構フィットするかな、日本人の手にね。で、僕がいつも嬉しいっていう、この ABXY ですね、メインの打つボタンの面積が非常に大きいので、この辺は嬉しいポイントですね。まあ、押し心地は多分メンブレンと思います。で、面白いのが、こういう形の時ってよく X と A が弱いんだけど、A がすごく強くなってる。これ、あえてここだけなんか強くしてるのか、ここが強くなるように後ろの止めを工夫してるのか、A ボタンが非常に強いっすね。で、よくできてるのが、ここ、とても傾斜になってるんですよね。傾斜になってて、実質的に B ボタン沈んでるんですよ。こういう感じで、ちょっと独特なんだけど、それでもね、大きく違和感は感じない。無理やり B を A と Y とかの高さまでグッと持ってきてるやつもあるの。気使って。そこまでの気は使われてないんだけど、見てもらう。これわかりやすいね。低いよね、こっちより。でも、ボタン自体の、こう、ストロークが、見た目よりかは大きく感じます。多分、ここの面積が大きいからだと思うの。だから、
B が沈んでるんだけど、あまり違和感は感じない。不思議なんだけど。分かれへんけど、偶然だと思うんだけど、A ってこういう風に持つとちょうどここにあるよね。 B ってちょっと窮屈なんですよね。簡単に言うと指がちょっとこう曲がる感じ、大げさに言うとこういう風に押す感じになるよね。だからここがそのままだとちょっと窮屈になるんだけど、まあ偶然だと思うんだけど、傾斜に沿ってちょっと斜めなってるから、その分指が置きやすいというか、そういう感じはちょっとするよね。うん、これは多分偶然の産物だと思うけどね。全部の中で X がちょっと弱いかなっていう感じがします。で、気になるのはかなりカチャカチャ言う。当然これね、外で使うもんではないのでいいのかなと思いますけれども、ご家族と一緒に住んでいて夜にゲームしようと思って自分の部屋でやってる時にこの音結構興奮して、こうやると結構部屋違っても寝てる時うるさいなって感じる音だと思うので、ここは大きい弱点かなと思います。今後ビッグビッグオンがここの静音性みたいなところは目指す一つのポイントとしてあってもいいのかなと思います。で、十字キー。十字キーは至って静か。真ん中が凹むタイプなんで格闘技はどうだろうという感じ。で、メインの四つボタンの丸はこんなに大きいのに、十字キーは非常にお控えなすってで小さいです。なので一般男性の手で触るとちょっと心持ちないかなっていう感じ。で、全体的に緩い感じ。上下左右のこのちゃんとした方向はプリップリップリップリっていう押し感があるんだけど、斜めとかの時に全体がちょっと動きすぎるかなっていう感じがしますんで、これは実際格闘ゲームをやってみないとわかんないね。特に十字キーがかなり右側にあるので、これ小さいコントローラーだからなんですよ。大きいコントローラーだとこの下に十字キー持ってくるんだけど、やっぱりこれちょっとちっちゃいんだよね。だからこっちに持ってこないと面積がないんですけども、指がちょっとこう遠くに行くんだよね。で、さらに遠いのよ。この右側は十字キーの。で、全体が凹みやすい、小さいので、全体が持っていかれやすい中で、まあ、合詞はないとは思うんだけれども、指短い人は気をつけないといけないね。ここにあるっていうことと。ただし、一番初めにも言った通り、こういう形状のものっていうのは、アメリカンサイズっていうものが多くて、結構大きくてごついの多いんですよね。でもビッグビッグオンで確か前もそうだったと思うんだけど、アジア人の手に馴染む Xbox コントローラーみたいなニュアンスがあるので、ここはちょっと仕方ない弊害なのかなっていう気はします。で、アナログスティックは、大きいボール型なんだけれども、内側に支えなんかがあって、可動範囲がいい意味で狭められてるので、僕は触ってて操作しやすいです。これがないとかなり大きく動いてしまいすぎるので、FPS とか詳細なこう足のスピードみたいなものを求めるゲームなんかはここが広い方がいいんだけど、僕あんまりここ大きすぎると個人的にはしんどいって感じるので、格闘ゲームでもわざ出しにくいし、これぐらいがちょうどいいですね。で、抵抗感は程よくあって、ちょうどいい塩梅だと思います。全くないわけじゃないし、硬すぎる感じもしないです。で、戻りはいい感じにパンパンと戻ります。で、ここにファンクションキーなど、スタート、まあ、最近で言うとこのスタートセレクト、スクリーンショット。これがメニューボタンだろうね。いろんなね、ショートカットのスタートボタンになるというか、そういうボタンになります。で、これがホームボタンですね。トランスフォーマーマーク、ビッグビッグオンのロゴマークね。で、上側はこういう感じ。LBRB、トリガーボタンですね。まさに Xbox の形状してますね。ここはすごい静音性。プチプチ感。ちょうど指がここにパッとくる感じでいいですね。ここでも押せるし。ここでも押せる。どこでも押せます。押しやすいですね。で、トリガー。ちゃんと家庭用ゲーム機のデフォルトぐらいの深さはあります。硬さももうちょうどデフォルトの中ぐらいっていう感じですね。硬すぎず、柔らかすぎず。で、タイトルにもなってる通り、アナログスティック、そしてこのトリガー部分はホール効果、ホールエフェクトになってますんで、実際のマイクロスイッチの形なんではなくて、微弱な電流を流して、その電流がどんだけ圧かけられてるかっていうので、それぞれのボリュームとか、キーの移動とかを認識するという形なんで、ドリフトになりにくいっていうのと、長持ちするっていうことが言われています。で、上面にはこれスマートフォンコントローラーを突き刺せる形状になってる。この辺は面白いですよね。お持ちの方、これがユニバーサルデザインなのかちょっとわからないけれども、お持ちで合うやつがあれば、これを
こんな感じで Android とかここに付けさせてゲームすることができますね。 USB-C ポートがあります。直で充電もできるし、有線接続としてもこちら使用できるので、ここのポートから挿してつなげてください。で、背面はこういう形になっていて、特殊キーが4つついています。で、グリップ部分にはちゃんとメッシュ加工がしてあって、ちょっとでも滑り止めにしようということで、こういう風な加工が施されています。で、本体下には何もなしです。カラーがですね、超絶真っ黒クロスケじゃなくて、限りなく黒に近いダークグレーみたいな感じで、マットな塗装になっていて、なかなか汗が目立ちにくい、全く目立たないわけじゃないけれども、比較的目立ちにくい。そしてこうオレンジの差し色っていうことで、で、ここがカラフルに光るので、なかなかいい感じですね。白もかなりかっこいいなと思ったけど、僕黒の方が好きかな。マッティな感じかなりいいです。で、ちょっと装着してみようか。ここな、こんな感じね。めっちゃかっこよくない？これこれめっちゃかっこいいよね。やばいよね。で、これね、もっとかっこいい状態になるんですよ。ちょっと給電してみましょうか。給電は先ほどお伝えした通り、こちらのスタンドの USB-C ポートにケーブルを入れます。やばくない？これ合体トランスフォームめっちゃかっこいい。で、ここもオレンジ色に光ります。点滅してますね、充電中ということで。やばいよね、これ興奮するよね、ちょっとね。めっちゃかっこいい。電気消すとこんな感じ。めっちゃかっこいいよね、これ。まさになんかドッキングステーションっていう感じするよね。ではざっくりですが、大きさちょっと見ていきましょう。横幅、この辺の中央部分ぐらいで見ますね。もうざっくりなんで、ごめんなさい。13.5 ぐらいですね、ざっくりですけれども。で、縦はここでちょっと見ます。7.5。この辺のこういう斜めの角度で見ると、11センチぐらい。で、厚み、ここで見ましょうか。ざっくりですよ。3.7 ぐらいかな、それぐらいになってます。で、重さ 230g になってます。で、付属していたこちらのアナログスティックの先の替えですね、ちょっと見てみましょう。4個入っていますが、左右の一対で長さが違うということですね。こういう風な状態になってますんで、例えば右アナログスティックだけ変えたいよっていう場合は、これ引っ張って、よいしょ、こんな感じで簡単に外れますね。これはどれの大きさになるんだろうか。これはね、さらに短いんだね。だから、もともと付属されてるやつが一番短いんだわ。小中大っていうことですね。なので、取り替えのやつをめっちゃ長いやつにすると2段階アップするいうことですわな。ここによく見たら穴があるので、そこに合わせて入れる感じですね。はい、刺さりました。こんな感じ。すごい違和感すごい違和感。あ、でも高いのは高いのでやりやすいな。力が伝わるのでパーンって動く。面白いですね。こんな感じでアナログスティックも交換することが簡単です。本当に引っ張るだけパチンって簡単に取れるんで、ご自身で好きなやつと、よいしょ、はい、これでつきました。取り替えて使用してください。それではビッグビッグオンゲイルホールの簡単なスペックというか特徴をお話ししていこうと思います。使用できるハードがスイッチ、 Windows 10と11、 Android、iOS で使用することができます。で、当然 Windows は OS バージョンなんかで使えないもの、特に10なんかはあるかもしれないので、最新の状態をキープして使用してください。で、見てもらいました通り、背面の4つのカスタムボタンがあって、マクロを登録できるんですが、なんと50アクションまで記録することができるようです。アナログスティックとトリガーボタンはホールエフェクト、ホール効果になってます。で、6軸ジャイロもついています。で、すごいのが、前回同様、有線で接続すると、ポーリングレートがなんと 1000Hz ということですね。ポーリングレートというのはコントローラーと接続しているハード1秒間にどんだけ通信回数があるかということです。1秒間に1回しか通信しないのであれば 1Hz ということになります。でも1秒間に1回しかコントローラーの入力を受け付けないとなると、アクションゲームなんかでモンスターが炎吐いてきましたっていう時に1秒間に1回しか入力を受け付けなかったら操作できないよね。つまり1000回通信するということは、キビ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 と遅延が少ないコントローラーであるということが言えます。で、無線接続の場合は 125Hz になっています。これでも十分です。 1000Hz っていうのはもうちょっとありすぎなぐらいですね。で、接続の方法がマルチ接続になってまして、 Bluetooth と
有線接続と見てもらった 2.4GHz のドングルっていう3種類で接続することができます。こちらが特徴になっています。それでは PC と接続していこうと思います。今回は Windows 10 64bit の PC に接続します。いろいろ接続方法ありますが、今回はせっかくなんで 2.4GHz のドングルで接続しようと思います。まずは PC の方にドングルを差し込みます。ライトがつきましたね。ではペアリングボタンを押していきます。あ、もうこれいらないんだね。はい、もう勝手に接続されましたすごいね。では、パソコンの方に画面移ります。それではビッグビッグウォンのいろいろな性能を使用できるようになったりとか修正できたりするアプリを入れていきます。動画の概要欄のところにビッグビッグウォンアプリみたいな感じでリンク貼っときますんで、そちらからジャンプしてください。すると画面に見えてるこのページに出てきます。でダウンロードしてアプリをインストールしてください。インストールするとこのように画面にビッグビッグウォンアシスタントというショートカットができますので、こちらをクリックして起動させます。ビッグビッグウォンアシスタントを起動させるとこのようなポップアップウィンドウ動画開くと思います。自動でゲールホールが認識されていますので、このデバイスに接続というところをクリックしてアプリと連動させます。で色がくっきりとしたら接続が終了したということです。でここにそれぞれ各種メニューのアイコンがあるんですが、まずやっていただきたいのがこちら雲の矢印のマーク、ファームウェアのアップグレードってちょっと見えてると思うんですが、こちらをクリックします。日本語がおかしいのでこの辺は注意してください。手記と、まあ、呼んでくださいっていうことですね。ファームウェアのアップグレードは有線接続で実行する必要があり、 2.4GB 接続の場合ファームウェアのアップグレードは失敗します。ファームウェアのアップグレードプロセス中はハンドル接続の安定性を確保し、途中で切断するとアップグレードの失敗がブリックになります。だからブリックって、まあ、なんていうかな、起動不能になるってことですね。ファームウェアのアップグレードが完了したら必ずジョイスティックトリガーキャブリレーションを実行しないとジョイスティックトリガー機能が正常に動作しません。まあ、つまりはジョイスティックの座標軸を取る設定をしてくれると、まあ、初期設定をちゃんとしてくださいよっていうことですね。ということなんで残念ながら僕は 2.4GB で今接続しているので、もう一度接続し直しましょう。それでは有線で再接続したので、もう一度ビッグビッグウォンアシスタントを立ち上げます。で先ほどと同じですね、デバイスに接続をクリック、これで接続されました。でもう一度アップグレードのアイコンをクリックします。で先ほどと同じ注意が出ますんで OK。 そしてこちらにですね、ゲール H ね、ホールですね、ゲールホールバージョン 7.00 というものがあるので、ちょっとねこれね日本語が文字が溢れてるんだよね、こちらアップグレードを押します。アップグレードが開始されましたね。完了まで待ちましょう。はい、ファームウェアのアップグレードが完了しました。デバイスをリセットしてからデバイスを調整してくださいということなんで分かりました。でもう一度デバイスに接続ですね。で先ほどアップグレードの後に文字が出てましたよね。アナログスティックのキャブリレーションを行ってくださいとありましたんで、その方法をお伝えします。このちょっと変ななんか設定でよく使われるアイコンですね、こちらをクリックします。でこの中の構成ですね、でこの構成開始の右の歯車マーク、こちらをクリックします。するとスティックの構成とできましたね。これがスティックのキャブリレーションのアイコンになりますんで、こちらをクリックします。はい、出ましたね。両方のスティックを最大3回回してください。両方のトリガーを同時に引いてください。最大3回まで。トリガーストップをオフにして確認してくださいということで、それではやりましょう。ちょっと画面を見せできませんが、ここの動画で出てる通りの動きをします。はい、では、完了しましたんで、構成終了をクリックします。構成が成功しましたということなんで分かりました。これでアップグレードの後のキャブリレーションが終了しました。ここですね、ここにも書いてあるね、上のところにもキャブリレーションという記載がありますね。これでアップデートが終わり、そして初期設定が終了したということになりますんで、それでは順番にいろいろ見ていきましょう。このコントローラーのマークをアイコンをクリックします。でここがちょっとね字が切れていて僕もよくわからないんですけれども、多分だけどねモーションエイムだと思うんです。シューティングゲームとかでモーションエイムってこう本体を移動さして標準をつけるっていうのがあるんだけど、それを多分ねアナログスティックで置き換えますっていうことなんだと思うんですよね。ちょっとこの辺は僕シューティングゲームやらないので詳細わからないんで、必要な方だけ あれのことねって理解しておいてもらえたらええと思います。で次スティック、これはアナログスティックの設定になります。分かりやすいところで言うと、ここですね、デッドゾーンの設定をすることがここでできます。右に行けば行くほどデッドゾーンが増えていって、この
灰色のところの可動範囲でアナログスティックを動かしても反応しないよっていうことです。でもね、このねビッグビッグオンのいいところはゼロデッドゾーンといって、ゼロにしておいても無駄な動きがないですよっていうのが売りになってるので、これはゼロでもいいです。ただしものすごくシビアなシューティングやってる人はちょっとだけこの辺5とか3ぐらいにしておくと、こうブレブレ画面のブレブレがなくなるのでいいと思います。で、下の方に行くと軸方向の反転というものがあります。これなんかよくあるのは、僕の経験上なんかでは飛行機のゲームとかで上と下っていうのが、下にすると上に行ったり、上にすると下に行くとか、他にもいろんなやつありますよね。視点の変更とかでも右やると左に回るっていうのありますよね。あれを最近のゲームはだいたいオプションでゲーム内に反転とかあるんだけど、ない場合はここで強制的にできますよっていうことですね。で、ここは非常に微妙なんですけども、アナログスティックを倒す時の入力値っていうものを手動で変えることができるんですよ。そのぐーっと力の持っていき方、力の伝え方みたいなものを自分で座標で自由に作ることができるので、こだわりのある方はここで曲線を自分で作るのもいいと思います。で、次がトリガー、これもデッドゾーンですね。はじめは13、これなんかちょっとだけ左強くなってるね。まあこれ5ぐらいでいいか、5ぐらいにしときましょうか。もうこれもアナログスティックと一緒で、もう今デッドゾーンの説明をねする必要ってほとんどないと思うんですが、性能の悪いアナログスティックだと押してないのに押してるって感覚になってしまったりするんですよ。で、その場合に例えばここを0にしてるとそういうのになると、でもここを5にしてるとアナログスティック100分の5を動かしてからじゃないと反応しないよっていうことです。で、これを例えばじゃあ逆に言うと50ぐらいにすると、アナログスティックを半分以上押さないと反応しないよっていう、それがデッドゾーンです。で、これが最弱の方のデッドゾーンの設定で、こちらがマックスの設定なんですけど、これ100になってるっていうことはフルに押し込んだら完全に押しましたというふうに認識するんです。でもこれを逆に50にするとトリガーを半分まで押せば 100% 押しましたよねっていうふうに認識するということです。だから格闘ゲームやる場合なんかはここはそうだね、もうそれこそ90ぐらいに設定しててもいいと思います。今回は100、ちょっとだけ下げようか、90にしようか、下が5の上90でやっておきますね。で、クイックトリガーっていうのはトリガーボタンをタットボタンですね、 FPS ゲームのとかにしてるときには押し込まないと認識しないっていうのは嫌だよっていう人は、ちょっと触っただけでももうトリガーフルマックスに押したよっていう風にできるのがオンオフになります。クイックトリガーというものになりますんで、そういう設定をしたい人はやってください。格闘ゲームの強キックをここにしてる場合なんかもこうしておくと、ちょっと押すだけで強キックがパンと出たりしますね。あのキックハーネス系の6ボタンのやつとかね。で、ボタン、これはボタンを置き換えできますよっていうことです。一番使うのはこの M1、M2、M3、M4 っていうので背面のファンクションキーですね、4つの、あそこを A ボタンにしたりとか B ボタンにしたりもできますよっていうことです。例えばここポッと押して、ここを A にすると背面の M1 ボタンが A になるよ、そういうことです。こういう風な変更をすることができますよっていうことです。で、そこだけじゃなくて各種上を例えば下にしたりとかもできるということです。で、ちょっと特徴的なものがですね、じゃあちょっと押しますね、ここ M1 で、ここって普通にコントローラーはコントローラーに当てがうこともできるんですが、この右側にキーボードのキーっていうあるんですよ。これでキーボードのボタンを当てがうことができるんです。だから例えばですけども、よくあるのがオルトとエンターなんかを設定すると M1 ボタンを押すと最大画面になったり元の画面になったりっていうのを設定できますよっていうことです。あとはエスケープキーなんかも設定しておくとメニュー出したりとか、そういうこともできますよね。これはかなりありがたいキーの配列だと思います。で、次その他、これはバイブレーションの強度ですね、これを設定することができます。で、次この丸ポッチのマーク、これはマクロですね。動画内でもお伝えした通り、マクロは50パターンまで設定することができます。例えばやってみましょう、プラス1個増やしましょう、マクロね。で、M1 だと。で、ここはどの条件で発動するかっていうことです。タップするだけで発動するのか長押しなのか、タップでサイクルか長押しでサイクルかっていうのを選ぶことができます。じゃあ例えば今回タップにしましょう。で、ここにマクロの入力したいものを当てがっていきます。例えば、まあ、波動拳の動きがちょっと一発で入れれるかわかんないけど、あ、これ斜めとかもあるんだね、ちゃんとね。だから左スティックの下確認で、これ200ミリセカンズってのがどれぐらいの方がいいのかわかんないけど、これ例えば50ぐらいにしておきましょうか。一回ちょっと微妙な動きになるかもしれないけどね。50、50で左斜め下確
確認。で、ここでセーブですね。ここでセーブしましょう。で、名前で波動拳にしましょう。波動拳。これで確認。これでマクロリスト波動拳っていうのが出ました。で、ここでチェックを入れないと発動しないので、これやっときましょう。うまいこと。もしあかんかったら、ちょっとビクッとキャラクターが前に出る感じになると思います。ここでエディットしたり、シェアしたりすることができますね。名前変更したり。これでまあ設定しておきましょう。でですね、先ほどキャブリレーションしたこちら、設定メニューですね、接続モードをここで変えれるんですね。コントローラーだけでも X インプットとか、スイッチモードに切り替えできるんですが、ここでは手動でできるということですね。こっちに変えたりとかで、今これスイッチモードに変えたので画面消えちゃいましたが、はい、ここでじゃあまた X インプットに変えましょうっていうことで、これで X インプットにまた変わるということですね。でデバイスに接続、これで戻ってきます。もうこうやってなんか忘れたよってキー説明書出すのもめんどくさい、忘れたよってとこ行くときはこのアプリを使って変えれるということです。で左スティックを十字キーに置き換えるやつもあります。で製品マニュアルを見ることもできます。でいろいろやってぐちゃぐちゃなって思ったら一回リセットすることもここでできますよということが、このビッグビッグオンアプリですね、でできるということですね。本当に至れり尽くせりのアプリになってますんで、ご自由に使い倒してみてはいかがでしょうか。それではストリートファイター6を使って操作性のテストをやっていこうと思います。まずは十字キーからやっていきます。どんな感じでしょうね。さあやっていきましょう。いいっすね。行きます。あ、出ない。あ、出た。うん、もう一回十字キーでやっていきます。真空いきまーす。ちょっと待ってよ。あ、いい感じやね。進行いきまーす。あ、攻撃された。うん、いいっすね。とりあえずやっていきます。総評は後で言います。ではちょっと M1 ボタン押してみようと思います。ここですね、押します。あ、反応しない。反応しないですね。なんでやろ。5ミリセカンドでは早すぎるかな。なんか動いてるね、ほら、下に動いてる。でもちょっとだけ、あ、パンチ出た。ちょっと早すぎたんだね、うん、もうちょっと押してる時間長くしないといけないかもしれないね。ちょっとついでなんで十字キーで最後テストします。アナログスティックやっていくよ、次の敵でね。いいっすね。真空いきます。出るね、出るね。いいっすね。
始めようか。どこからでも。ではアナログスティックのテストやっていきます。うん、いいっすね。真空いきまーす。あー、出なかったよ。あー、出るね。うん、初めのは僕自体もしっくりきてないんで問題ないです。もう一回アナログスティックいきまーす。シンク左から行きます。あ、いいっすね。いいな。逆から行こうか。シンクいきます。もう立ち上がりシンク決まるね。いいっすね。はい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 、いいよ。ですね、今実際やってみてなかなかいい感じです。でちょっとだけ気になったのが、やはり十字キーがかなり右側にあるので、十字キーのね、下を画面を見ながらやる、つまりコントローラーを見ずにやる感覚っていうのが、いつもよりも意識しておかないと、この辺の位置がずれちゃうというか、その辺で真空がずれる感覚みたいなものはありましたけれども、ストローク若干薄いのでどうかなと思ったんだけど、特段問題ないですね。最近は十字キー出しにくい、アナログスティック出しやすいみたいな、コントローラーがちょこちょこあったんだけど、このビッグビッグオンのゲールホールはどっちも出しやすいです、僕的には。で、やはりアナログスティックの方にこの縁があるので、ここがガードになって、若干他のコントローラーなんかよりもアナログスティックの移動幅がいい意味でも悪い意味でも狭いので、格闘技は出しやすいです、技。で、安定してこの辺も大きく意図的にせんでも感覚でスッスッとやったら、ちゃんと真空とかの入力が入るので、これは格闘ゲーム好きな人にはいいんじゃないのかな。僕はそういう感じをしました。で、連射の方法をお伝えしておこうと思います。これピストルショット、ボタンですよね。今こうやって連射してます。で、1回押したままにするとこのまま出ないですね。で、連射したい時にはここのアクションボタンっていうのかな、こちらを押しながら連射したいボタンを押します。こうですね。今ブルブルっと振動しました。これで連射モードに入ります。これだとね、シューティングなんかやりやすいの、ね、も最近のシューティングゲームなんかは初めから連射ボタンありきだけれども、昔のゲームなんかはね、自分で手動連射なんで、こういうのがあると助かりますよね。で、今見てもらってるのはレトロアーチで、アーケードゲームを起動させてますけども、全然普通に使うことはできます。で、連射をやめたい場合は先の逆 A を押しながらファンクションキーを2回クリックしてください。ポンポンとすると連射が途切れます。はい、押したら1回だけですよね。こういう感じで連射の、出し入れがすることができますので覚えておいてください。それでは次はスイッチで接続してやっていこうと思います。スイッチで接続するときにはモードを変えないといけないので、まずその方法からお伝えします。ゲールホールの電源を入れるときに A ボタンを押しながらこちらのホームボタンを押してください。するとこのように赤色で点滅します。 X インプットの時は緑でしたよね。で、この状態で本体背面にあるこの丸いポッチ、ペアリングボタンを押していきます。はい、高速点灯に変わりました。はい、
認識されましたね。ブルッとバイブレーションがして点滅が点灯に変わります。ではちょっとゲームやってみましょう。一発で出ますね。いいっすね。いいよ。めちゃくちゃいいね。あ、こっちが出にくい。こっちは一発で出んかった。はい、という感じで Nintendo Switch でも使用することができますんでご安心ください。では次は Android スマートフォンと接続していきます。 Android スマートフォンと接続するときは PC 接続と同じで X インプットモードにしないといけません。そのときは B を押しながらホームボタンを押します。すると緑色に点滅してますね。で、背面のペアリングボタンを押します。すると点灯に変わります。で、ちょっとこっちで検索してみましょう。はい、 Xbox ワイヤレスコントローラーと出てきましたね。こちらをクリックしてペアリングを設定します。すると点滅が点灯に変わって使用することができます。ちょっとゲームやってみましょう。リードリームドリームキャストのエミュレーターを使ってテストします。ファイト1レディーゴー。はい、同時押しもいけます。同時押しも全然問題ないですし、やはりボタンの面積が広いので非常に同時押しがしやすいです。とてもいい感じです。いいっすね。ファイト3レディーゴはい、こんな感じで Android でも使うことができます。では最後に iPhone と接続してみます。 iPhone も X インプットでの接続になりますので、先ほどと同じように B ボタンを押しながら電源ボタンを押し、緑色の点滅を確認してからペアリングボタンを長押しします。するとこちらに Xbox ワイヤレスコントローラーが出てきましたんで、こちらをタップして、はい、接続済みになりましたんでゲームやってみましょう。
はい、という感じで iOS 上でも簡単にビッグビッグオンのゲールホールで遊ぶことができます。接続がとても簡単で楽ですね。少し重複する部分もありますが、最後まとめて話していこうかなと思います。アナログスティックはやはりね、僕的にはね、ちょうどいい硬さ、ちょうどいい可動範囲で格闘ゲームでとても使いやすいです。で、十字キーも使いやすいんだけど、やはりちょっと内側にある分、そしてストロークが若干浅めなので、で、真ん中も沈むタイプなので、格闘ゲームの時に 100% めちゃくちゃ使いやすいとは言えないけれども、かなり使いやすい部類に入ると思います。このパターンのボタンでは一番いいんじゃないかな。ストロークが浅い、真ん中もへこむ、で、コントローラー自体もちっちゃい、十字キー自体もちっさい、このパターンでは一番出しやすい感じだと思いました。はじめはちょっとだけ違和感感じて、お伝えした通り下の場所みたいなものが遠いので、ゆっくり来ない感じありますが、そこさえ認識、自分の指ができるようになったら、比較的技は出しやすいです。メインのこの4つボタンは、やはり面積が大きいので、同時押しも押しやすいし、ボタンもすごく押しやすかったです。ただし、ゲーム内でも多分音入ってると思うんだけど、まだ編集前なんだけども、やはり音がね、これがかなりでかいので、この辺はちょっくなる方も多いんじゃないのかな、という感じはしました。そして、大きさですが、やっぱりね、すごくしっくりくる、これ。日本人の手に猛烈にしっくりくるコントローラーの大きさなので、これはね、何気に大きい特徴だと思います、僕は。で、特に僕が良かったのが、やはりね、レビューアーになると、いろんな接続って試すんですよね。今回もドングルでやったり、PC で接続やって、iOS、Android、うちスイッチ買ったんで、スイッチのテストもしましたけれども、全部が非常にスムーズなんですよ。ペアリングとペアリング解除がスムーズで、最近ね、こういう風ないろんなものに接続できるよっていうものはあるんだけれども、直近でもいろいろ紹介してるんだけれども、結構書いてるけどでけへんとか、あとペアリングがねちょっともたつくというか面倒というか引っかかったりとかいうことが多いんだけれども、このビッグビッグオンのゲイルホールはレビューアー喜ばせというか、非常にペアリングがシンプルで軽快にペアリングされるので、いろんなもの同時にこっちは使ってあっちは使ってっていうのが楽でしたね。その辺も本当に一個のコントローラーであのゲームもこのゲームもってやってる人にはこれはねいいと思うね。かなりおすすめです。よかったら参考にしてください。で、やっぱりこの合体のかっこよさね。これ、これ見逃せない。で、今はね、多分黒と白しかないと思うんだけど、もうちょっと色出したらいいんじゃないかな。僕的にはなんか深緑みたいな、Xbox みたいな、ああいう色で、ここのボタンが白いとか、あとはこの黒地にここが黄緑とか、そういうパターンなんかも出してくれたらちょっと欲しいかなと思います。ということで、見てきていただきました、ビッグビッグウォンゲイル。ホールの方は日本の Amazon で販売中で、定価が8999円となっていますが、今現在ね1000円クーポンが出ていたりとか、結構ね1000円前後の割引っていうのは頻繁に行われているので、その辺の割引期間を狙って購入するのもいいんじゃないでしょうか。当然ねコントローラーとして決して安くない金額ですが、僕はここ最近の中ではかなり完成度の高いコントローラーの一つであるのは実感してますんで、決して安いコントローラーではない高級価格帯のコントローラーになりますが、金額その分の仕事はしっかりとしてあるコントローラーなので、購入の参考になればいいかなと思います。僕はこれねちょっと使っていこうかなと思ってます。かなりいいですね。よかったら参考にしてください。商品リンクは動画の下の概要欄のところにありますので、そちらからジャンプして買ってみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのこと知ったよーって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。